乃木坂46井上和、初センターとして経験責務中で、大切なものを実感、本当に私は周りの人に恵まれている。9月19日、乃木坂46井上和がブログを更新。グループの冠番組、乃木坂工事中、テレビ東京系で自身が出演した企画に触れるとともに、思いを語った、乃木坂工事中、では、最新シングル、お一人様天国、で初の表題曲センターを務める井上が一人で地元を凱旋し、思い出の場所を巡りながら仲間や恩人33人に感謝を伝えるという、ヒット祈願、企画が3週連続で放送された。バル、これについて、井上は、見てくださった皆様、企画してくださったスタッフの皆様、協力してくれた皆様、そして家族本当にありがとうございました、と感謝を綴りつつ、本当に私は周りの人に恵まれているなと感じます。乃木坂46に加入してからそう感じることが増えました、とコメント。バル、その上で、今回のヒット祈願に出てくれた加入する前の井上和と出会ってくれたみんなも乃木坂46の井上和と出会ってくれたみんなも私にとって同じくらい大切です。大切なものがたくさん増えました。私にとって大切なものを大切にしていきたいと思っています。そんでもってみんなで幸せになりたい、と、自身の力強い思いを記していた。